皆さんおはようございます。めいめいことあさみめい、23歳です。今日は私の一日を紹介していきます。はい、ちょっと毛がすごいんだけど、マロ。普段私が美容でどういうことにこだわっているかとか、使ってるものとかを紹介しながら撮っていけたらなと思います。毛やばい。まず基本的に私は撮影がなくてもメイクをすることが多い。今日は撮影があるんでするんですけど、基本毎日してるかもって感じなんでメイクします。うん、はい。それではちょっとスキンケア仕上げてきます。はい、メイクしてます。ベースメイクはちょっと前に出した動画のメイクレシピをぜひ見てください。ベースメイクはマジで毎日一緒だから何も変わらないんですが、他のなんかアイシャドウとかリップとかは日によって違う感じなので、そちらを紹介していきたいと思います。そして最近ハマってるこのジディドールメリハリマスターパレット01クールトーン、これのね、この左上のこれハイライトなんだけど、これマットなハイライトなの。最近これにハマってて、マットハイライト可愛いっていうことに気づいて最近これ使ってる。これは眉毛脱色しないとボサボサ、うん、いい感じ。眉毛、眉マスカラはロム&ブローカラー08ムーングレーです。意外と時間ない、急いでます。今日のカラコンはキャンディーマジックのメログレーです。ちょっとブルーっぽいやつ。アイシャドウアディクションザアイシャドウマット 021M、 これを使う。マット、最近マット推し。かわいい。マロが窓見てる。マスカラエテュセアイエディションマスカラベース。てかもうマロの抜け毛がやばすぎて、今洗濯物をさ畳んでたんだけど抜け毛めっちゃついてたから、それ取ってたら時間なくなっちゃった。やばい、急いで。マジでマロの抜け毛で超小型犬作れるぐらい抜けるそんでだ。今日のマスカラはどうしようか。これ使おうかな。メイベリンスカイハイコスミックブラスト101流星ブルーっぽいカラー。下まつげだけこれ使う。見えるかな、こんぐらいなんか結構青い。最近ずっと髪を切りたくて、今日の朝方夜中ぐらいに予約しようかなってずっと迷ってたんだけど、予約しませんでした。でもマジで行きたくて迷ってます。どうしよう、髪切りたいんだよね、なんか気分的に。次、キスミーヒロインメイクリアルラッシュマスカラアドバンストフィルム01、これ上に塗る。でもやっぱ髪を切るとヘアアレンジの幅が割と狭まっちゃうから、今週末に私の生誕祭のグッズ撮影があるんですけど、それ終わってからにしようかな。それまで我慢できるかな。おお、いいよ、見てまつげいい感じ。そして今日はもう着たい服が決まってて、ボルドーの服なんだけど、それに合わせてリップは赤にしようか。ん？リップナパージュのクラシックチェリーにします。今日先に塗っちゃう。うん、かわいい、かわいすぎる。うん、でチークじゃない、アイライン。最近気づいてる人いるかな、わかんないけど、アイラインを短くするのにハマってます。逆にね、結構ガッツリ引くのが好きだったんだけど、最近ねちょっと控えめなの。わかる？でも長い方なのかな、わかんないけど、自分的には短い、いつもよりって感じで、ちょっと短くしてみてる。アイライナーは A メイクのマットリキッドアイライナーグレージュです。でも秋とか冬だからさ、がっつりダークなメイクもしたい。ダークな真っ黒いアイラインとかしたい。 A メイクシークレットライナーシアベージュ。うん、オッケー。
なんで朝ってさこんなにさ時間経つの早いの。さっきまで10時だったのにさ気づいたら11時じゃん。何？どういうつもり？マジで。チークを塗る。どうしよう。チークこれにしよう。キャンメイククリームチーク P02。 うんうん、かわいい感じ。どう？こんな感じいいんじゃない？でハイライト、ハイライトも前までは結構クリームタイプのハイライト塗ってからパウダーのハイライト塗ってみたいな塗り重ねる感じだったんだけど、最近はどっちかだけを使うことが多いかも。え、今日どうしよう。これにしよう。クリームタイプキャンメイクミニュットハイライター04。これマジ大好き。ブルーっていうのがいいですね。うん、うんうん、いい感じ。もういいじゃない、調子いいよ。コーセーのメイクキープミスト。オッケー、メイクが終わったので髪の毛をやって家を出る準備をしたいと思います。バイバイ。はい、メイクがとヘアセットが終わりました。イエーイ。可愛くないこの服、って感じ。普段あんまり選ばないんですけど、赤の服とかなんですけど、ちょっと選んでみましたよっていう。はい、それに合わせてリップもこんなちょっと赤め、赤強めのクラシックチェリーにしました。今家を出る時間の15分前ぐらいなんで、まあちょっと早めに終わったって感じ。マロ、え、来た。マロ、え、おいで、また挨拶しなさい。はい、マロリンです。マロおはようは。マロおはよう。みんな今日はお留守番、悲しい。じゃあね。ちょっと挨拶させていかないと。本当に挨拶大事だから。気がやばい。プライベートでは基本的に黒が好きだから黒の服を着ることが多いんですけど、もうマロの抜け毛がやばすぎて最近黒を買わなくなったかも。前まではその撮影用とか関係なくこの服可愛いって思ったら買ってたの、黒の服を。最近マジで買わない。でさ、全然関係ない話していい？これ買ったの見て。ワンコ用のカツラが売ってて Amazon で買いましたよね、これ。はい、でも人でもいけるのかな。一応前髪とかあんだよ、これ。やってみよう。あ、でもちょっとここだけ見たらなんかさ雰囲気イケメンじゃない？ほら、マロつけたい？マロ用だよ。逃げられました。写真だけ載せるね。じゃあマロがつけたやつどうぞ。はい、こんな感じ。可愛くない？で、私は今日この撮影が終わったらちょっと買い物に行きたくて、ドラッグストアかな、ドンキかドラッグストアに行きたいので、ちょっと何を買うか決めよう。普段買い物するときはインスタで情報収集してて、もうそもそもインスタのおすすめ欄がそういうのばっかり出てくる。ネイルの投稿かコスメのレビュー投稿みたいのがめっちゃ出てくるから、あとカラコン、それを暇の時こうやってひたすら見て、で可愛いなって思ったらスクショしてフォルダに入れてんの、その欲しいものリストみたいな。でドラッグストア行った時とかに買うっていう。私が今買いたいものはアンドハニーさんからボディクリームが出たっていう噂を聞きつけて、これはぜひ買いたいと思ってるんだけど、まだ見つけられてない。まだ売ってないのかな、わかんないけど探してみたい。ぜひぜひ。みんなから送られてきてそれも知れたから、メイが好きなものとかお気に入りのブランドのものはみんなからの情報で知ることが結構多い。このボディクリームかな今日の狙いは。まあ、それが売ってなかったとしても買いたいものが何個かあるので、それを探したいと思います。大体私は気になる商品があったらアットコスメで検索して口コミを見て
買います。結局合う合わないあるから、まあ、口コミが全てではないんですけど、一応確認してから買うし、カラコン買う時も店頭でこれ可愛いパッて買うことはなくて、カラコンつけてる人のつけてる画像を見て買う。それもその裸眼とつけてるやつの比較で出してる方のやつを参考にして買うことが多い。カラコンの方がサイズがさ、ちびっと違うだけで全然違うじゃん。あと元の目が黒目がちか、ちょっと明るめの茶色なのかとかで全然違うから、もうカラコンに関しては絶対にレビューを見て買います。うん、OKOK。今日はちょっと秋のメイクに使えそうなのを買いたいっていう目標ができました。うわ、あともうさ、もういいよって思ってるかもしれないけど、パック買いたいんだよね本当に。なんで今日撮影が終わったらそれを買いに行きたいなと思います。それでは私は撮影に行ってきます。バイバーイ、行ってきます。プリーズチャンネル登録。はい、今クレマグハウスでの撮影が終わりまして、今からちょっと買い物に行きたいと思います。化粧品とかなんかいろいろ見たいから、ドンキ行こうかなと思って、はい、向かっていきたいと思います。行ってきます。帰宅しました。イエーイ。ドンキで買い物して帰ってきたので、買ったものを紹介したいと思います。全然関係ないですけど、この3COINS で買ったエコバッグめっちゃいいよ。これ超使ってる。お目当てのアンドハニーのボディクリームは置いてなくて、まだ売ってないのかな、ちょっとわかんないんですけど、それはゲットできなかったですけれども、何個か買ったので紹介します。まずこちら、クレンジングタオル。これは朝洗顔の時に使ってるやつです。特にこだわりないから見つけたら買うって感じで、これも初めて買ってみたやつなんだけど使ってみます。もうタオルで顔をこするっていうか拭くことは基本的にない。え、こんなに少なかったっけ、なんか全然買ってないな、そんなことある。あっちだ。はい、続いてこちら、ナンバーズインのパック2番、ナンバーズインうるもち 65% コラーゲンシートマスク。2番が好きで、ナンバーズイン特にプルプルなのシートが、だからこれを買いました。4枚入り。これを箱から出しちゃう。これね。そしてトリデンダイブインフェイスマスク、これは3枚入り。これもリピート。だいたいこの2つは絶対に置いてある。でももう今家にあるのはなくなったから買いました。そしてオルビスエッセンスインヘアマスク。オルビスのアウトバスのこういうトリートメント系は使ったことあるんだけど、これはインバスって書いてあって、お風呂の中で使える。週1から2回コンディショナーの代わりにお使いください。これ使ってみようと思って買いました。良さげじゃない。ラスト、これ気になって買ってみた、マジョリカマジョルカラッシュエキスパンダーロングロングロング EX の限定カラーミスティックグレー、シルバープラスピンクラメだって。なんかここに写真が載ってるんだけど、ラメが入ってるマスカラらしくて、ちょっとハロウィン仕様だったの。パッケージもこんな感じで可愛いと思って買いました。なんか目尻だけとかにポイントで使おうかな。可愛いよね、ラメ付きのマスカラ。こんな感じでした。以上。結局ね、なんか買いたいものがあるわけじゃなくても、ドラッグストアとかドンキとか行くといっぱい買っちゃうんですよね、あるある。でも今回はマジ抑えてるからそんなに買ってない。早くアンドハニーのさ、ボディクリーム欲しいな。ボディクリーム大好き。いろいろ集めてるっていうか、いい匂いのやつがあると買っちゃうんで、これは今日使ってみます。ということで、ちょっと一旦片付けして休憩したいと思います。それではさようなら。はい、皆さんこんにちは。はい、めいめいこと朝めいめい23歳、帰宅しました。今マロリンのお散歩に行ってきて、あんたも行ったでしょ、こっち見てるけど。帰ってきたのでシャワーに行こうかなと思います。なんか最近水をたくさん飲むんですけど、私っていつも2リットルのペットボトルを9本、2リットルかける9本のやつを2箱頼んでるのね、水がなくなったら。で18本じゃん。でこの前水頼んでから、今回頼むのめっちゃ早いなって思って、自分 で確認してみたの、最後頼んだのいつだろう。そしたら2週間で18本飲み切ってたの。すごくない？しかも料理しないから、基本料理にこの水を使うとかもないし、なんなら出先でペットボトルを買うこともあるの。なのに2週間で18本、どういうことだ。18×
18、2週間で18本。相当飲んでるよね。びっくりだよ。それほど水を飲むことは大切です。私がなぜこんな水を飲むようになったのか、その経緯を説明しますと、前クレマグハウスに住んでた時、3人でね、企画で IU ダイエットやったの5日間。それのなんかルールに水を2リットルか3リットル飲むっていうのがあって、それまで水を飲むのあんま好きじゃなかったから、ご飯の時に飲むぐらいで基本的に飲まなかったの。なんだけど、その IU ダイエット5日間やった時に水を飲んで、めっちゃ調子が良かったから、全体的に肌とか、もうそこから続けてる。ずっと水は飲むようにしてます。水は自分の家から持っていく、おは前日に買っといて常温にして持っていく。でコンビニとかで買うってなったら、最近は常温コーナーあるじゃん、だからそれを買うみたいな感じで、冷たい水は飲みません。で飲み物で言うと、ご飯屋さんとか行ってもウーロン茶、ジュースは飲まない、基本的に。なぜかって、別に好きじゃない、本当にあんまり好きじゃないの、そもそもは飲まないです。で水を飲むことはいいですよ皆さん。ただ寝る前にあんまり水を飲みすぎるとトイレに行きたくなるから、そこは調整して飲まないように心がけてはいます。でも今日はどんくらいなんだ、いや今日あんま飲んでないな、もしかして。大体これ600ミリか、600ミリ、このペットボトルか水筒に移し替えて持ってくから、それを何回入れ替えたか、何回詰めたかで、あれがわかる、どんぐらい飲んだかが。なるべくたくさん、まあでもその適正量っていうのがあるんで、一応調べてみてほしいんですけど、そのなんか体重によって決まるみたいな感じだったんですけど、なるべく水を飲むように心がけてます。で私今日の朝インスタのストーリーで、なんか美容関連の質問ありますかっていうのを募集したので、シャワーから上がったらマッサージして、その後それに答えていきたいと思います。それではシャワー行ってきます。バイバイ。はい、今シャワーから上がってマッサージをしているところです。私のマッサージは YouTube に載ってるので、それを見てください。それを見ながらやってます。まあ、見ながらっていうか、それと同じく同じタイミングでやってるみたいな感じで、この時間に私はいつもテレビを見ています。おもちゃで遊んでいます。まあ、今マッサージしてるから終わってからにして。一応下ズボン履いてますよ。とにかくマッサージは習慣化が命。マッサージはっていうか、全てにおいて習慣化してしまえば勝ち。骨格によってむくみやすいとかあるっていうのをさ、最近になって知ったんだけど、骨格ウェーブはむくみやすいみたいな。そうなの？まあ、確かに私はめちゃくちゃむくみやすいです。全てにおいて、顔も体も全てすぐむくんじゃう。だから本当はシャワーじゃなくて湯船に使った方がいいと思うんだけど、だけれどもやっぱ効率を重視っていうか、時間重視しちゃってっていうのと、のぼせやすいからお湯に入るのが苦手なの。サウナとかも苦手で、なので私はシャワー派です。あんた何してんの、ね、お餅入ったの？ん？なんか特にふくらはぎがむくみやすい。なんで？だから年中マッサージもするし、着圧ソックスも履くようにしてます。冬だったら着圧ソックス履いたまま、その上にジャージとか履いて家出たりしちゃう。もうなんか夕方ぐらいになると足が重くて大変なの。お気に入りのおもちゃだし、お気に入り。でも今、今マッサージしてるから、ちょっと後にして、一人で遊んでて。はい、さよなら。最近気になってる商品があって、ゴリラのひとつかみっていう、なんかふくらはぎのなんていうの圧迫みたいなマッサージのやつがあるんですけど、ふくらはぎに巻いて電源入れるとブーってマッサージしてくれるよみたいな。それ超気になってんだけど、なんかどこも売り切れだったりめっちゃ高くなってたりして買えてない。でもそれでさ、むくみ解消されたらめっちゃ良くない？って思ったの。まだ気になってます。はい、マッサージが終わりまして、こんな感じに着圧を履きました。
これが私のスタイルです。ということで、先ほども言ったようにみんなからの質問を募集したのに答えていきたいと思います。その前にこれを食べます。アイスチョコレートバーフロマージュ、美味しそうじゃない？いただきます。美味しい。てか自分でも気づいてなかったんだけど、めいちゃんって美味しいの食べた時鼻膨らむよねっていう本人ときた。確かに。それ言われてから見て気づいた。もう口癖なのね。それは友達に言われて気づいた。めいめいってさ、食べた後うーんっていう癖です。ということで答えていきます。肌を白くするにはどうしたらいい？めいめいが自分のロールモデルだよ。ありがとう。肌を白くするには、なんか白くする方法はわからないんだけど、とにかく今より焼けないことを意識する。だから日焼け止めを毎日塗る。春夏秋冬関わらず雨でも塗る。で、夏とか紫外線が多い時は特にそもそも肌を出さない。これに尽きる。もっと言えば外に出ない。出たくない。夏嫌いだから。めい、夏似合わないよね。いつも思ってんだけどさ。すみませんね、今こっちでテレビを消音で流してるのでちょっと見入ってしまいますね。アイスを食べて。次、肌を触らないという意識していたりしますか？気になって触ってしまうことが多いです。これは言われてみれば触らないようにしてるかもって感じ。無意識に触んないぞって思ってるわけじゃないんだけど、言われたら確かに触んないかも。でも鼻触んの癖なんだよね。鼻触っちゃうんだけど、手をこうやってベタベタ顔に触ったりすることは基本的にない。あとは自分の手ってめっちゃ汚いじゃん。外に出たら、一歩でも出たらとか、なんかちょっと触ったら、だから手はめっちゃこまめに洗うようにしてる。あ、このアイス美味しいよ。みんな食べよう。このアイスチョコレートバーフロマージュ。はい、次、肌のために食生活何に気をつけてますか？あんまり食事が肌に出るタイプではないから、そんなに肌のために気をつけてることはないかな。ただむくみはすぐ出るから、だからむくみには気をつけてる。だからそれも水をたくさん飲むとか、しょっぱすぎるもの食べない、塩分取りすぎないとか。てか全然関係ない話していいですか？私トイレットペーパーがなくて、今ちょっと頼んでもいい？マジでトイレットペーパー切らしちゃった。ついでにアイス頼む。マジアイスやめ、いい加減しろ本当に。はい、皆さんのおすすめアイスを教えてください。私は最近割と冒険するのが好きで、いろいろ買ってみるんだけど、これ最近買った中で一番好きかも。ハーゲンダッツ、花もちが出てる。だと花もち美味しいんだよね。もち入ってるやつね。はい、 OK、 注文完了。次の質問、歯の矯正で抜歯はしましたか？横顔が美しすぎます。ありがとうございます。歯の矯正で抜歯はしてないです。抜歯しなくて大丈夫って言われたから抜歯してないです。今まだ下の歯がマウスピースで、上はリテーナー。もう本当に頑張った。泣けるぜ。ごちそうさま。矯正やってる人はマジで尊敬する。メイもマジで頑張った。てか小学生の頃にやってたのにやめちゃった自分が悪い。あれを続けてればもうリテーナーだったんだよね。なのにそれを途中でやめちゃったから、またやり直す羽目になったの。本当にあの時の自分に言ってやりたいね。美容モチベの保ち方教えてほしいです。美容モチベの保ち方は、なんだろう、モチベーションとかないかも。なんかもう習慣みたいな、トイレ行くぐらいの感覚、ご飯食べるとかトイレ行くぐらいの感覚でスキンケアしたり、メイクしたり、水いっぱい飲んだり、マッサージしたり。本当に習慣、モチベーションっていう概念がないかも。美容に対して習慣であり趣味でありみたいな感じです。次、 A メイク使ってる30の女です。本当にどれも良くて感謝してます。ありがとうございます。店頭に行くとテスター置いてくださってるお店もあるので、そこでね、気になってる商品あったらぜひ使ってみてください。はい、はいはい。メイクもするのめっちゃ好きなの。なんかそのメイクをすると自分により自信を持てるっていうか、もともと自分のこと大好きだけど、さらに好きになる自分。メイ強いから。
だからメイクするのしてる時間とかもめっちゃ好き。あ、メイクしなきゃだるいなっていう感じでメイクすることは本当になくて、今日どういうメイクしようかなとか、この服に合わせるからこうしようかなとか考えてる時間も含めて好きだし、化粧品を集めてるのも好きだし、情報収集してるのも好き。で、本当に趣味なんだ。うん。次、ハンドケア教えてほしいです。そう、なんか手が綺麗だねって褒めていただくことが多くて、なんで、まあ、特にこれといったことはしてないんですけど、使ってるハンドクリームを紹介します。え、でもさ、マジ手綺麗じゃないね。確かに。うん、綺麗。はい、使ってるハンドクリームはまずこれ、アンドハニークリーミーモイストハンドクリーム。これは机の下に入れておいていつでも使えるようにしてるのと、カバンにも入ってるし、クレマグハウスにも置いてある。これ大好き。家に着いたりハウスに着いたりとか、そのスタジオに着いたりとか、でまず手を洗う。そしたらもう手の乾燥が気になりだしちゃうから、そしたらすぐハンドクリームを塗ります。私的に持ってくるのを忘れて、なえるものランキング第3位かな。1位はやっぱリップ。これはもうね、なえるっていうか買っちゃうよ、コンビニとかで。とりあえずのものでもリップを忘れたら。第2位、モバイル充電器。充電器があるとないでは心の余裕が違う。充電器なかったら携帯いじれないじゃん。だから、ね、それが2位。3位がこのハンドクリームです。皆さんは何ですか、忘れたらなえるものランキングね。結構あんな、でもそれ言ったら、あと飴とかね、ストローとかね、結構ない。基本的に使ってるハンドクリームはこのアンドハニーなんですけど、これも使ってます。アトリックスビューティーチャージナイトスペリアっていう夜用ハンドクリーム、夜利用。こういう感じでカプセルみたいな粒々が入ってるやつ、なんか割り切ったねな。なんだけど、これは本当に寝る直前に使ってます。結構保湿力が高めな分ちょっとベタってするから、寝る前だけこれは使ってる。特にあんまりハンドケアっていうのを意識したことがなかったんだけど、この前 TikTok 見てたら、ハンドエステみたいな、もう手をこうやってなんか洗ってパックしてみたいなやってくれるところが出てきて、めっちゃ気になるって思う。あと爪の形は結構意識してるかも。手が綺麗に見えるように、だいたい先を細めにしてもらってる。スクエアにするにしても、この丸にするにしても、ちょっと先は細めでお願いしますって言って、こんな感じにしてます。はい、次、自分に似合うコスメと自分が好きなコスメ、どっちを選びますか。難しい問題だ。やっぱ最近パーソナルカラーとか骨格とかさ、いろいろ診断があるじゃん。でもその骨格診断を一回やって納得したの。なんかこの服似合わないんだよなとか、この素材似合わないんだよなって思ってたものが、これはその骨格ウェブの人が苦手なやつですって言われた時に、あ、なるほどねって思った。でそっからあんま着なくなった。でもコスメに関しては、ね、結構春っぽいピンクとかも好きだからたまに使うよね。でもそれ使った時、友達に褒められたら、なんか今日のチークの色可愛いね。だからあんまとらわれすぎなくてもいいんじゃないかなと思うかな。男で美容詳しい人ってどう思いますか。めっちゃいいと思います。まあ別に美容に詳しくても詳しくなくても全然どっちでもいいんですけど、詳しかったら楽しそう。そういう会話とかしたい。おすすめの化粧品とかそういうのシェアしたい。次、爪長いとカラコン入らないからネイルできないって思うじゃん。でも私はこの指の腹を使ってカラコンを取ります。いつもこうやってね。でこの爪長いも長いで、こうやってクリーム系とかすくう。だからこのハンドクリームもこの爪のこっち側ね、こうやってやるとここに入っちゃうから、こっち側にこうやってチョンってつけて使ってます。こういう感じだからね、爪あるはあるで意外と便利だ。ラスト、メイクを落とさずに寝た次の日は何してますか。メイクを落とさずに寝ることはありません。てか本当にない。どんだけ夜遅く帰ってきてもメイクは絶対に落としてるかも。てかシャワーには絶対行く。メイクだけ落とすとかもあんまりしない。シャワー明日でいいやっていうのがない。夜絶対さっぱりした状態で寝たいから。
あと髪の毛にスタイリング剤とかついてたり、顔にメイクしてる状態でベッドに行きたくないよね。だから帰ったらすぐシャワー行くからあんまりない。でもメイク落とさずに寝てしまったら、次の日はパックとかなんか特別なケアをしてあげようって感じ。はい、以上で私の質問コーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。ということで今日は私の美容な一日を皆さんにお届けしました。本当は美容室行きたかったんだけど、グッズの撮影が終わってから行こうかなというふうに思っております。皆さんもぜひこの動画見て何か参考にしていただけたら嬉しいなと思います。何か質問があればコメント欄でお願いします。そしたらインスタのストーリーで答えたりとか、別の YouTube の動画で答えたりとかしようかなと思います。そして皆さんぜひ私におすすめのアイス教えてください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いけるいける。